毎日ブログ生活1143日目、1月に読まれたブログの1位はちょっとした切り傷に瞬間接着剤はありかでした。それにちなんで今回見つけたのは皮膚接着剤です。今日はそんなお話です。コロナ禍で動けない時に何をするか、深く深く考えると打つ手は無限にある。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンドの目的、エースボンドが世の中に貢献する目的は、人と人、物と物とくっつけて新しい価値を創造し、助かったありがとうと感謝の言葉をいただくことである。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、ちょっとした傷にはダーマフレックス A。 末慎の毎日ブログで1月のよく見られるブログトップ10の中で1位になったブログがある。2020年12月24日、ちょっとした切り傷に瞬間接着剤はありか。通算のブログでもやっぱり1位になっている。切り傷に対して瞬間接着剤はありなのか。このブログでも傷口に瞬間接着剤は、主成分のシアノアクリルレートが皮膚につくと赤く腫れ上がる可能性があるのでダメですと伝えています。そして最終的には液体絆創膏と明記したが、その後医療用の瞬間接着剤があることが分かりました。それが医療用の瞬間接着剤ダーマボンド。2021年12月20日やっと出会えた医療用の瞬間接着剤。あくまで医療用なので我々一般には販売していませんが、今回見つけたのはナビスダーマフレックス A 皮膚接着剤 0.7ml。 傷跡をできるだけ目立たせたくない患者様へお知らせしたい商品です。治療中の傷跡が目立ちにくく抜歯も不要。塗布表面に形成されるフィルム層が傷口をカバーし殺菌から守ります。医師の指導のもと軽くシャワーを浴びることも可能です。アプリケーターで広い範囲も狭いエリアも塗布が可能。接着剤の塗布する向きを変えることで幅広く塗布したり細く塗布することが可能です。さらに微生物の遮断および防水性に優れています。層部に塗布した接着剤がバリアの役割を果たし、細菌が傷口に侵入するのを防ぎます。保管は常温30度 C 以下で保管なため、医療機関において特別な扱いが不要です。米印、体質、直射日光を避けて保管ください。使い方の仕方はの動画はこちら、使い方の動画はこちら。 0.7ml でも結構濡れますね。使用は1本あたりの容量が 0.7ml、 入り数10本入りが1箱、接着までの所要時間約60秒。主成分にオクチルシアノアクリルレート、 N ブルプチルシアノアクリルレート、用途緊急手術室、 EOG 除菌、コポン層、個包装。以上です。やはりあくまでも医療用手術用ですね。一般で購入できたらぜひともテストしてみたい。でも切り傷は嫌だ。ちょっとした切り傷にはダーマフレックス A 間違いない。今日の一品です。会長からいただいたチョコレート、大好きなチョコをちょっとずついただきます。大変美味しゅうございました。ではまた。末慎でした。